マタンツイール強いよと。割とね、自分も昔ね、気に入ってよく使ってましたわ。さあ、後手番引きまして、メルベと、マッチングしていきますよと。さあ、これなんですが、まあ、普通かな。ワンチャンこれ、グノーはどうだ？グノーが決まる説があるか？世界のワドルディさん、こんばんは。無料チケットで村正来ました。マジかよ、すげえな。無料チケット村正でかすぎ。さすがにでけえよと。オッケー、まあ一応グノー決めとくか。まあ封印できるか分かんないけど。覚悟はいいかしら。お、ベルグーも来たか。まあベルグー、まあ一回普通にグノーで。ベルグ仕打ちね、する説あります。おっと、これはどうするんだ。相手右上 X 来るか。でも右上 X は召喚できるようであんまりできないんですよね、実は。まあ消せますからね、3枚返しで。うん、無理やり E の、あ、そうか、バフォメットか。結構強いな。さあ、バフォメット結構強いんですけど、こっちもね、頑張っていければいいんですが。うわ、チャージ溜まってんのか。一括。まあ、一旦ルラかな。まあ、リアのコンボ何回か使えるんで、そこで頑張りたいんですけど、どうってるか。フルフレアと、どの、フルフレアと、どのガチャで出るか、忘れた。あ、ミールだね。そこら辺の、強ゴマの、極炎アベルか、魔竜の位に必要と。なるほど。いやー、相手引き強いな、マジで。クレアの力、引き強すぎない？バイスいきますか。これ右下 X 何来るかな。場合によってはね、結構いかれちゃうんで。さあ、お互いね、ちょっと S ゴマ、打ってってどうなるか。鶴さん、こんばんは。大福さん、フェリグ守んで。なるほど、なんとかなってると。さあ、これ取ってくる。いや、毒きつい。お、しかし、つく読みはでけえか？ OK、こっちもね、ちょっと S ゴマ、バンバン使ってって、頑張りてえよと。ここのつく読み結構硬いな。ただ、相手のフィニッシャーが何かによりますね。マモンと、あ、じゃあ、バホメットか。バホメットとメルベと、まあ、フェリグが残り1枚。で、この珍しいね、ヘビちゃん。サスヘビ、使ってますよと。いや、これコンボ封印してるのでけえな、正直。正直コンボ封印でかすぎ。ただフィニッシャーが残念ながら、いないんですけど、これ大丈夫？ま、ジャスティスファイヤーしといて、ジャスティスファイヤーしとくよと。で、火炎もぶち込む。ヨウさん、こんばんは。ツイラさん、こんばんは。アッキージェンドルさん、こんばんは。藤崎さん、こんばんは。いつもおはようございます。まあ、村正っていう説もあるか、相手メルベ。ただまだここはシールド効いてるんで、さすがに耐えるんですけど。ただどうだこれ。現状さ、飛ばせなくない？やばい、現状飛ばせないんだが。うん、アタックでいけるかこれ。どうだ、2000とアタック、あ、いけるか。届きますよね。あぶねえ。じゃあフィニッシャー少ねえか、これ。バイセぐらいしかいないか。もう1枚入れるか。もう1枚入れるってなると、まあ、イグナーツになりますね。なんなら初手突き読みもありだったか。まあ、でも、アスリーンはいつ打っても変わんねえから。はい、いっか。お、最後ね、初手リーンと。さあ、初手リーン来られまして。まあ、ノートが来るかどうか。ジャスティスファイアやっとく。一旦様子見。うちが出るまでもないんだけど。今日の補正は竜の HP と、なるほど、アタックアップと。で、魔のアタックダウン、なるほど。で、神は特に何もないっていう補正かな。さあ、これどうやってあの罠を解除するか。まあ、つく読みで解除とかですかね。楽にしたまえ。ほう、グノーか。まあ、あんまり。
ドラグ砲補正ですか。いかついね。ドラグ砲補正草、サイトの方、ダブルオーラと。スーちゃんは、ただそこそこ反射できますね。まあ、コンボスキル狙いっていう感じか。じゃあコンボスキル封印しちゃおうかな。結構食らってんな。さあグノってってで月読み貼ってどうなるかか。夏うーん角月読みで頑張りたいね。いや毒きつい。クレヨンの力ちょっとだけ見せてあげる。致し方ありません。まあ罠ごまオープンやと。いやこれ耐えきれるか意外ときついか。いてー、いや無理かこれ。行くしかねえか。8000でも飛ばないよね。2200、いやー無理だな。これ耐えないか。耐えること祈る。分からん。冷静に冷静に。ここで私がうろたえて。今エンリル言ってんのかな。まあ耐えるよね。それは。オッケー月読み勝て。登場。グノー強かったね。オッケー。この癒しはまた戦いのポイントです。よし。お、さあ、メルベ来ましたよと。そこですか。ワンチャン X もあるか。ただこの引きでちょっと怪しいか。これ大体成り打ちだよね。そうですね、毎日メルベ多いですよね。まあ多かったら多かったで別にメタればいいんですけど。ん、これ仕打ちも考えてるか。あ、まあなりと。さすがにね。早めの投矢。お、ペレツか。なるほど、面白い男来た。さあ村正ガード。ここむずいなぁ。相手引き強えんかな。ちょっと引き強そうか。こんな感じでやってみる。ペレツにしてみます。ここね結構魔紋3枚返し気がちなんで。お、そっちか。さあ、テッツィ。うーん、まあ後々これは本格されますが、まあカードいきますか。じゃあさあ毒まで反射はいたしますが、ほう、しかしエンリルか。いや微妙か。普通にカードでいっか。終わりかよ。ただこっからっすよね。罠置いて B の4来るでしょ。右下 X、 そっちか。まあ、それもあるね。楽しい時間を過ごそう。一旦設置。さあちょっと相手の方はリリアスは打ちづらいですかね。いいのよ、むずいね。お、はるまる。あ、これは月読みっすね。さあ毒いてえんだが、いやいてえ。裏もいいね。さあ引きがちょっと豪華になっていますけど。さあ月読み置いといて、さあがっちりガードと。まあ強気になんかルラ置いてってもコンボスキル使わせるっていう手もあるけど、ちょっと怖いから突き読みでいきます。まあ次ルラかな。いやでも相手も結構ここに来て引いてるね。楽にしたまえ。
まだね、罠子もあるんで。さ、ルラ置いといて回復しながら。さ、回復回復。まあ、やばいのはコンボ封印かな。これコンボ封印必ず食らっちゃうんでね。お、罠か。これはでも、突破できますよね。クレヨンの力、ちょっとだけ見せてあげる。まあ、ちょっとエスレンですけど。行きましょう。あ、罠子は反応してないか。あー。じゃあ、あれか？フルーファーとか、そういう感じか。オッケー。お、なるほど。マルドゥークね。あ、チョコチャンネルさんこんばんは、いつも。ありがとうございます。やるからね、さあ、初手ディフェンス。これちょっと平行いってみようかな。70% か。結構カットするな。さあ、初手潰しといて。さあ、そっちから、来ますよと。どうしようかな。ジャスティスファイヤー来ましたね。ベルグも使いたいけど、どうなってるか。まあ、こっちでいいかな。神殴りフェイルノート以外、なるほど、揃ってると。ワンチャンフェイルノートいなくても、なんとかなるか。タルタルとかいれば、まあ似たような感じで殴りながら回復できるんで。それがまあどうなってるか。さあ、こっからっすね。さあ、罠駒は勝ちこりと置いとくか。それとも。左上。左上 X 見えるな。左上 X。いや、どうだこれ。まあ罠置いとくか、一旦ね。逆に殴りの方は意外といけますよね。さあ、罠駒剥がされましたが、エンリル打ちますか。これただ相手の方、D の2なんで、 D の2打ってくる右下かわしで、最後バイセとサヤカでいけるかどうかっていうところか。D の2何来るかっていうところっすね。ノートまだ来てないんで。お、そこですか。なるほど。まあ、ちょっとちまちまですかね。ここからは。ここからややちまちま。あ、こっちじゃない方がよかったね。これだとあれか、相手の方の、D の4が取りづれえか。しまったな。そう、これ敗着説あるな。あ、多分そっちか。我が命が奏でるロンドン。まだ耐える。まだ耐えるけど、これ飛ばせられるか。お、つく読みか。まあ、つく読みは打つよね。で、毒ぶち込んでって、次プラス、1200プラス倍数か。まあ、大体いけるかな、雰囲気。逆にダメージ欲しいね。いや、微妙なライン。これいけるか。ちょっと待って、分かんなくなったわ。1200、4100、アタック、3200ライフは出るかどうか。まあいけるね、さすがに。3200は出るね。OK。 ちょっと盤面分かんなかったわ。